はい、こんにちは。愛と誠のアクティビスト個人投資家田和田慎太郎です。この挨拶ということは今日もやるんですね。まあ今日はまあそこまでね、メルカリほど重たい感じじゃなく、ずしっとした感じじゃなく、ちょっとまあ軽めな感じなんですけども、今日取り上げる銘柄は弁護士 .com。 ちなみに弁護士 .com って知ってますか？訴えられるかもみたいな時に調べるやつ、ね、ああ、そうするとよく結構出てきますよね、はい、弁護士さんの相談マッチングみたいなね。で、今日は弁護士 .com って僕ずっともう2、3年ぐらい触ってる銘柄なんですけれども、で、なんでそれ触ってるかというと、まあ弁護士 .com というのは元江さんという方がですね、実はこれも私と同世代、元江太一郎さんという方が創業された会社でして、一回だけうっすらお会いしたことがあるような記憶があるんだけど、なんでお会いしたかもう15年ぐらい前に覚えてないんですけども、弁護士の肩書き持ちながら、弁護士としてというのは主にもう起業家として活動されてるという方で、まあ元江さんというのは非常に優秀な方で、もう23、4歳ぐらいで司法試験合格して、入った事務所もアンダーソン・モーリーっていうのはすごい超一流弁護士事務所ですね。そこに入って、しかもそこからしばらく数年してもう自分の事務所を立ち上げて、さらに弁護士としてだけじゃなくて本当起業家として、まあ、今の弁護士 .com に当たるような会社を設立して、しかも上場まで行くと。2014年なので39歳ぐらい、こういう素晴らしい成功者なわけです。で、しかも国会議員にもなって、しかも1年生議員なのに財務大臣政務官って、財務省の中って当然財務大臣いるじゃないですか。昔で大蔵大臣ですよ、はい、次副大臣いますよね。政務官ってのはそれ一応3番目で偉い人ですからね。いきなり1年生議員なのになるみたいな、まあそれだけ優秀な方と思われてるのか、そういうふうにもう周りから見てもすごい単なる1年生議員じゃないよねっていうような扱いを受けて、まあでも弁護士 .com、 その間は会長かなんかやってたのかな、株は持たれてるんで、うん、まあ今日はですね、まあ前回の別にそのメルカリ山田さんのなんかアメリカ事業さっさと閉めろやみたいな、ジョンクビとか、そういうのよりはもうちょっとライトな感じでいきたいと思います。弁護士 .com の株価を見ていただくと分かるんですけども、コロナ禍の2020年の秋ぐらいに1万5000円というすごい最高値をつけて、それから今ずっと長期的に低迷してます。直近3000円前後です。5分の1とかになってますね。5分の1に言うたら時価総額も5分の1に減ってるわけですけれども、じゃあ業績がどうなのかという形で業績を見ましょうか。売上高の四半期推移だけを見るとずっと基本的に安定して伸びてます。右肩上がりですね。右肩上がりで伸びてます。しかもその内訳を見ると、オレンジの部分が弁護士支援サービスというのは、もともと創業であったいわゆる弁護士のところの弁護士を紹介すると。で、それじゃなくて、この最近伸びてるのはこの青い部分のクラウドサイン、電子契約、皆さん使ったことないですか？僕も使ってます。今や電子契約のいわゆるデファクトスタンダード、ほとんど業界標準にいろんなところでなろうとしてて、例えば地方自治体だったりとか、そういったようなところでも今いろんな会社がね、大企業、銀行、そういったものを使うようになってきてて、非常に伸びてます。クラウドサインって弁護士 .com のサービスだったんですね。そう、まさにそこが僕今日言いたいところです。あ、そうだったんですか。一番有力な競合は、まあこれも私株主の、はい、GMO サインというのがですね、GMO も頑張って電子契約やってるわけですけども、はい、この Google トレンド見ていただくと分かるように、まあ GMO も頑張ってる方だし、多分2番手としては GMO サインがクラウドサインの次に強いというのは間違いないのですが、アメリカにはドキサインという会社があります。クラウドサインが圧倒的に強くて、GMO サインも頑張ってるけど、こんな感じと。Google トレンド見ていただくと分かるように、かなり差は離されていると。これ分かりやすいです、ね、はい。で、さっきの売上の積み、あの内訳のグラフに戻りたいんですけども、こうやって見ていただくと分かるように、直近2024年の第3クォーターでは、3ヶ月で30億ちょい売上があるんですよ。そのうちの約半分、クラウドサインなんです。2、3年前までは、例えば内訳の半分ぐらいは、もともとの弁護士のところが多かったわけですけども、直近はぐん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 このクラウドサインが伸びて、今や弁護士 .com の売上の大半、あるいは収益はもちろん事業別にはまだ分解できてないんだけども、おそらく当たり前で売上の大半なんで、収益の大半も弁護士 .com 事業ではなくて、クラウドサインの事業がもたらしてるんじゃないかと。そういうふうに僕は思ってます。で、何が言いたいかというと、弁護士 .com ってもう社名やめましょう。クラウドサインに社名変更です。案外ね、こんなシンプルなもんで株価も上がります。だって例えばさ、昔 ZOZO はスタートトゥデイって社名だったんです。それを株式会社 ZOZO に社名変更しました。LINE も LINE の前は NHN ジャパンという社名でした。これも LINE に変えました。
つまり何が言いたいかっていうと、社内においても社名を変えるってことは、もともとさ、こういうところでどうしてもさ、2、3年前までほとんど弁護士ドットコムの弁護士支援サービスが売り上げの大半だったわけなんで、会社の中にどうしても弁護士支援サービスが俺らのもともとの事業なんだ、で弁護士ドットコムって言ってるじゃないですか。その先入観、固定観念ってあるんですよ、序列。だってこのグラフ見てもさ、当たり前だけど、どうしても弁護士支援サービスの順序で先に書いてあるじゃないですか、オレンジのところ。そうですね。でも普通に考えたらこういうのって大順にこうするべきじゃない？で、これが要は無意識のうちにその社内の序列をね、表してんじゃないかと。そういうのも含めて、とにかく自分らはじゃあ何屋なんですかというと、弁護士の集客支援というよりは、クラウドの SaaS の会社ですと言った方が、スイッチしにくいじゃないですか。弁護士の集客支援ってさ、弁護士がさ、新人弁護士だったら最初に事務所開いたらさ、弁護士のところも登録したりするかもしれないけど、そこそこ人気出てきても、お客さんいっぱいになったらさ、使わないでほしいんだよね。ところが、クラウドサインみたいな新手のビジネスって、まあ、僕の他の好きなので言うとフリーとかもあるけど、一回使うようになったら、過去の契約書もずっと溜まってくんで、いわゆるスイッチングコストが高いって言うんですよ、ビジネスに言うと。ロックインされるって言うんだけど、乗り換えるのが非常に面倒なわけですよ。そうすると、今まあ私にも来たんですけども、最近マネタズも支援強化してて、前は無料プランで結構月何通、5通までとか使えたのが、今どんどん3通までも下げて、ちょっとでも使いたかったらお金払いみたいな方向になって、まあ私もいよいよ電話営業までされたんでね、しつけえなとかと思いながらも、僕は株主だから、普通の会社だったらさ、電話営業されて有料プランに切り替えませんかとかって、うるせえばーって感じだと思う。お、めちゃくちゃ頑張ってるな、営業みたいな感じで。で、お、こいつらのマネタイズへの意気込みはどうも本気だと思って、まあちょっと買いましたりして。そういうこともありながらやってるんですけど、まあ、とにかく今日の僕の結論はシンプルです。クラウドサインにね、社名変更すると。弁護士 .com っていうよりは、弁護士 .com がクラウドサインやってるってことで世の中に紐づいてないじゃないですか。全く紐づいてないと思います。で、当たり前だけど、弁護士 .com っていうのは弁護士以外にとってあんまり知らんサービスじゃないですか。だから、クラウドサインって別にさ、契約の送信のためだけに押すサービスだから、使ってる人の大半って弁護士以外の人じゃない？だから、あ、このサービスめっちゃ便利やん。一回クラウドサイン使い出したらもう二度と紙の契約書に戻りたくないと思うんですよ、みんな。間違いないです。あ、クラウドサインの会社って上場してんだ。この便利な会社の株価、株、うちも買っとこう、みたいなような連想ゲームやを速やかに促すためにも、社名をクラウドサインに変えるべきじゃないかと思ってます。で、また今年の6月にね、株主提総会があるんですけども、ぜひ誰か株主提案していただければ、私もまださ買って、今継続して6ヶ月持ってないんで、まあ言うてあと、メルカリに比べたらそこまで買ってないです。まあせいぜい3000株ぐらい。しっかりやっぱ買ってるんですね。まあ、当たり前じゃないですか。アクティビスト個人投資家ですから。あ、そうですよね。まあだからまだ今ざっくりと1000万ぐらいだけど、まあ去年2000円、500円ぐらいからビュッて一気にクラウドサインが伸びてることをやって4000、5000まで上がって、5、6000まで上がった時の上げは結構取らせて、それでは儲けさせてもらったんですけど、それでいい思いをさせてもらってる銘柄なんで、僕は非常にメルカリよりはね、マイルドな感じです。お父さんは立派な方だし、クラウドサインも伸びてるしと。はい、ただ、唯一一個だけ、俺みたいなコミュニケーションが言えることで言ったら、社名をクラウドサインにも変えちゃいましょうと。株価検索のところとか言ってクラウドサインとか、ネット証券でクラウドサインって入れてもさ、出てこないんじゃねえかな、出てくるのか。クラウドサインって検索したら、まあ、弁護士 .com が出てきて、なんじゃこりゃってなるっていう。うん。あ、クラウドサインじゃなくて出てこないですね。あ、出てこないんだ。まあ、私は楽天証券使ってますけど。やっぱりね、社名変更するってことは、案外ね、本人たちが思ってるより、これ世の中的にインパクト大きいし、うん、それだけクラウドサイン、SaaS のね、電子契約の事業とか、その後も、契約書のレビューを AI でやるとか、いろいろその AI ブレイン、リーガルブレイン構想というのが広がってるんですけども、そのための一番の基盤としてもクラウドサインが今伸びてるんで、もうぜひ、社名をクラウドサインに変えて、クラウドベースでリーガルサービスをフルラインナップでやっていく AI の会社なんだっていうことにやっちゃった方が、株が上がります。あるいは社内も含めて、いよいようちの会社ってそうなんだってことははっきりすると思うんで、ぜひ、クラウドサイン、社名変更していただければと思います。社名を変更して株価が上がった事例ってあるんですか？昔なんてだってドットコムっていう名前がついてるだけでよくさ、ネットから関連株だとか株が上がるみたいな話あったんですよ。まあ20年前の話だけどね。でそれは弁護士ドットコムもそこを踏襲してるわけです。そうだ、でもドットコムなんてフリーよ、もう25年前の発想だよ。はい、今はそのクラウドだったり SaaS だったりっていう方が今風になる。まあ、クラウドももうちょっと古いけど、弁護士ドットコムってちょっと。そこのネーミングセンスだけでちょっとセンスないと思うんですね、やっぱ。確かに。DMM.com とかも。まあ、DMM は別にでも DMM って言ってるんだけど、結果的に .com って言ってないじゃん。だし最近はほら、DMEV の充電とかなんかさ、そういうことを言ってるんで、まあとにかくね、社名変更って思ってる以上に、不退転の決意を示すっていう意味で、例えば LINE なんかだってもう10年以上前だけど、最初は LINE が流行りだしてまだ1年か2年ぐらいの時に社名変更の議論をした時には、こんなポッドでのアプリでさ、いつまたポシャるか分かんないのに、社名変更しちゃったらもう後戻りできないじゃないですか。どうすんだ、またポシャったらかっこ悪いぞみたいな意見も一部なくはなかったが、
だからこそ不退転の決意を示すんだという形でやって、結果的には正しかったと思うんですよ。なんでサービス名、主要なサービス名と社名を一致させるっていうのはめちゃくちゃ伸び盛りのベンチャーにとってはよくある手なんですよ。そこの連想ゲームが働かないだけで、例えば求人広告でも損するじゃないですか。弁護士ドットコムで出てもなって思って、あ、クラウドサイドだ、あの会社かってみんな思ったりするじゃん。このコミュニケーションのギャップ、この摩擦係数ってのは本人たちの皆さんが思ってるよりめちゃくちゃ多いです。なんでぜひ社名をね、クラウドサインに書いていただくだけで、株価下手したら2倍3倍まあだけでってことはないけど、はい、正しく今クラウドサインの事業自体は非常に順調にめちゃくちゃ伸びてるん で解約率も低いです。もう典型的な勝ちパターンの SaaS の事業になってます、バーチカル SaaS に。なのでぜひですね、そこを不退転の決意を表すためにもクラウドサイン社名変更、今年の6月もしくは来年の6月までにもしかしたら僕も買いましてってやるかもしれないんで、ぜひ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 そこだけ。こんな難しい話じゃないです。アメリカ事業撤退しろとか情報クビにしろとかって言ってるメルカリの山田さんに比べて、元江さん社名変えるだけじゃないですか。いやもうライトです。なんなん大してライトなことですよ。ライトです。全然誰もこれね傷つかない。元江さんも決してこの動画見て悪い気分には不愉快な気持ちにはならないんじゃないかのかなと思ってるんで、ぜひ前向きにご検討いただければと思って、株主3000株のクソ株主ですけど思っておりますので、ぜひご検討のほどよろしくお願いいたします。ちゃんと弁護士ドットコムはリアルでもね株主総会してるみたいなんで、僕も今年は今年の株主総会お邪魔させてもらおうかなと思ってますので、ぜひお会いできればと楽しみにしております。去年はミッドタウンでやってるみたいなので、今年もね、はい、ミッドタウン6月僕もお邪魔しようかなと思ってますので、ぜひぜひその時お会いできたり質問させていただければと思ってます。予告しておきます、あらかじめ動画で。バーチャルじゃないだけでこう田畑さんはなんかこうよしって感じしたもんね。株主総会行ってみたって動画撮れるじゃん。確かに撮りましょう。それはバーチャルなんかね、どんなに下手なんだよお前らって、そんなタウンやかって株主とって思うよね。寂しいですよね。なんかそんな嫌われてんだ俺ら株主って、一般株主って、ああ切ないなって、そんな感じ。やっぱ元江さんはね、弁護士なだけあって、そう、株主総会の意義とかよく分かってらっしゃる。分かってますね。まあこんな感じでね、いつもクソ重いやつばっかりなので、たまにはこうライトなやつも撮っていこうかな。今回のやつはさすがに誰も不愉快な思いをしなかったんじゃないかと。ぜひ、今後も田畑のアクティビスト活動をご期待ください。じゃあねー。